今、稽古の姿勢を確認しっかり床をつられるのを確認していきましょう。これで、私たちすぐ動かない。少し膝の上で腰を、この相手の腹を意識しますよ。自分の腹を意識しますよ。受け身の手も腹を意識しますよ。で、入身をした後に、この手でコントロールしない。相手の腹をずっと捕まえてる感じ。まあ、相手は崩れなくてもいい。そういうイメージをまず持ちましょう。腹と腹をずっと繋いだ。ここを動かすんじゃなくて、相手の腹を意識、そこを捕まえてる感じ。捕まえてるイメージ。ずっと腹を捕まえてる。はい、まず入身はですね、相手のこの腹を意識するところ。ここをやってみましょう。はい、入身の外で私は入れてくれます。この手でこう落とすんで、ただ一つ触ってみましょう。おしゃれだけ一回手が動きますけど、手が動かしたら、そんな状態を動いて、これ、相手が腹を合わせてくれているので、お待ちください。